こんにちは、まーです。グラ様やっていきたいと思います。はい、ということでね、今日はですね、無職転生のね、コラボのね、後編がやってきました。12日ですよね。はい。イスリーダでも本気出す後編ということで、後編の限定ミッション。で、ガチャも後編ですね。で、オールスター錬金召喚も後編。コラボパックの販売件数をリセット。巨大ボスクエストドロップアップキャンペーンということで。はい。またね、後編のガチャ引いていきたいと思います。ちょっとね、使ってみた動画出す言ってね、出す詐欺で、最近全然ね、グラ様ログイン税で、ちょっと出せてないんですけども、ガチャはね、しっかりと引いていきたいと思いますよ。あ、なんか変なとこ押しちゃった。ステップアップなので、こちらになりますね。今回の後編からですね、エリスとシルフィエットだったかな？追加されました。ブレイドダンス。66,000 の炎属性物理ダメージ。自身の新奥義のクリティカル率 100% アップ。奥義は、10秒間自身のダメージ 100% アップ。2回目以降発動するために、効果時間10秒増加。10秒追加。スキルは自身の奥義 30% アップと。で、シルフィエットさんですね。なんかこちらなかなかの万能そうなんですよ。アンチ童貞。12,000 の光属性魔法ダメージ。味方全体の毒を回復。20秒間。味方全体の火ダメ 20% 軽減。さらに魔法火ダメ 20% 軽減。で、奥義ですね。味方全体の HP30% 回復。奥義ゲージ 25% アップ。15秒間、味方全体の状態異常、気絶以外、耐性 100% アップ。で、スキルが8秒間自身の回復量 10% アップということで。なかなか万能じゃないですか、シルフィエットさん。ただ、奥義の状態異常耐性アップ効果はフェルドの奥義とは重複しません。新奥義の火ダメ軽減はサンストンの新奥義やロキシーの奥義とは重複しません。新奥義の魔法火ダメ軽減は、ティアのスキル効果と重複しませんということで、結構ね、重複関係も最近は書いてくれるようになってるのでありがたいですね。はい。いや、結構ね、シルフィエットさん、これは欲しいですよ。万能キャラじゃないですか、これはだいぶ。ね。ということで、早速、引いていきたいと思います。シルフィエットに変わったら引こうかな。謎のこだわり。いきますていこ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 い。レイアスタッチ普通。でもタッチ普通でこないだ来たからね。ロキシーだか、ドルシーだか、なんだか。わかりませんよ、まだまだ。さあ。え、1個か。1個か。オッケーオッケー。大丈夫。何が大丈夫？止まっていいんだよ。止まっていいよ。さあ。何が来るかな？虹玉さんですね。あ、間違えました。ゼクトさんですね。はい。はい。いやー、シルフィエット欲しいなー。ちょっとこっちは交換しちゃうんだけど。いやー、あとはもうチケットで祈るしかないね。ちょっとね、5000錬金で、追うのはね、危険なんですよ。今。なぜかって、もうね、10月ですよ、皆さん。10月も中旬になります。何がっていうとさ、グラ様もね、周年イベント近づいてきてますから、これはね、石をあんまり石、錬金石にしろね、あんまりねブパブパできないですよこれは。はい、はい、ということで、ちょっと、今日はねこの辺で終わるんですけども、皆さんはね弾けたでしょうか。シルフィエット欲しいって方絶対多いと思うんですよね。ぜひね皆さんのね弾けたかどうか教えてほしいです。はい。ということで、今日はここで終わります。よかったらコメントの方もよろしくお願いします。チャンネル登録とね、Twitter のフォロー、高評価もよろしくお願いします。よろしくお願いしますしか言ってませんが、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画もよろしくお願いします。